ザルツヘンメンドルフはドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州ハーメルンイコールピルモント郡に属すフレッケン。この町は塩水泉の温泉企業を持つ州内で知られた温泉地である。ザルツヘンメンドルフはベーザーベルクラントシャウムブルカハーメルン自然公園の東部にあたるラインベルクラント地方に位置し西部のイート山、北部のオスターバルト、 東部のテュースターベルクによって特徴を付けられる。南西の集落オライネ川の支流であるザーレ川が流れている。傾斜台地の一部であるイート山は輪郭を縁取る山並みであり、その地質学的多様性は多くの植物の生息圏となっている。テュースターベルクは険しい傾斜と豊富な石灰石岩量で強く特徴を付けられる。これにより様々な植物種に 広大な生息地を提供している。こうした地形の間を曲がりくねったザーレ川とその支流であるアウエ川が流れている。どちらの川も岸辺周辺の草花によって風景を形成し、エコロジーにおける高い地位を占めている。こうした環境は町内の農業利用の拡大にも保存されている。ザルツヘンメンドルフは同盟の集落のほかアーレンフェールとベンストルフ、 ヘンメンドルフ、ラウエンシュタイン、レイフェダクゼン、オッケンゼン、オルデンドルフ、オスターバルト。これら11の地区はかつては独立した町村であったが、1973年にザルツヘンメンドルフとして合併した。ラウエンシュタイン上礼拝堂跡各集落はそれぞれ異なった時代に成立した。オルデンドルフ地区は8世紀以前に存在していた。 キリスト教家以前の元々の名前は明らかでない。村の記録は30年戦争の混乱期以降に失われた。8世紀末のキリスト教を布教後に当時のヒルデスハイム司教によってオルデンドルフにジョサイチョ長区が設けられた。ジョサイチョ長教会である聖ニコラウス教会の現存する最古の部分は1100年に建造された。1701年に コンラート・ベルナー・ベーデ・マヤーによってライン側の東側では初めての石炭によるガラス工房が設立された。石炭採掘のため人々はベルクスターベルトに移住した。オルデンドルフ地区にあるグラスヒュッテという名の集落が当時を忍ばせる。例えば有名なラウエンシュタイナー・グラスはここで生産を行っていた。ラウエンシュタイナー・グラスの名前はこの地域が18世紀に アムトラウエンシュタインに属していたことに由来する。ザルツヘンメンドルフ集落は、1022年に初めて文献に記録されている。この文書の中で、皇帝ハインリヒ2世は、ヒルデスハイムのミハイル修道院を自らの庇護下に入れている。この修道院は、ザルツヘンメンドルフに粉引き小屋を有していた。ザルツヘンメンドルフの潮位は、伝説によれば、ヤギによって発見された。 塩の生産は何、世紀にもわたって繁栄し、裕福な住民は、ほぼ確実に土地を所有し、妬む周囲の敵に対する防備として四つの門を、有する柵と堀を設けていた。1169年、ヒルデスハイム司教ヘルマンは、市東海、アーメルングスボルン修道院にヘンメンドルーフの聖援書に関する権利を認めた。1 1 9年から1二百六年までの間に、 ベンニヒゼンのポッペンブルクとシュピーゲルベルクの白、ベルンハルトがアーメルングスボルン修道院から父親に譲渡されたヘンメンドルフ近郊シュバーレン風前の声援に関する管理権を放棄したという記録がある。このベンニヒゼンに関する記録はアーメルングスボルン修道院の公文書中の13世紀に作成された写本が伝わるだけではあるが、 ヒルデスハイム市教ハルトベルトの文書中に見ることができる。1226年頃のシュピーゲルベルク城廃城後、現在のラウエンシュタイン地区の高台にラウエンシュタイン城が建設された。ホムブルク家が所有するこの城は1247年に初めて記録されている。この城の前身はクナーベンブルクと呼ばれていた。聖マルガレータ教会はもともと1427年に 建設された。ベンストルフ、ヘンメンドルフ、オルデンドルフといった地区は、連邦道 B1 号線沿いに位置している。この道路は、アーヘンからケーニフィスベルクに至るかつての王の道、軍事道路に沿って作られた。ヘンメンドルフには裁判所があった。ヘンメンドルフ手前の高台には、現在も下痢筆輪でが見られる。 ヘンメンドルフの最初の記録は854年及び997年になされている。セーフトス協会は1166年に建設された。直線のメインストリート、アルテヘイアシュトラーセが通るヘンメンドルフは1629年にフレッケンと市場開催の特権を授けられた。 マルクト広場の千年記念八1824年12月20日の大火でザルツヘンメンドルーフの大部分が消失した。全1 0見中、消失を免れたのは5件だけであった。これを受けて、ザルツヘンメンドルーフの焼け出された人のための募金の呼びかけがなされた。この町の成立千年祭が1997年に祝われた。マルクト広場の記念碑がこのことを忍ばせる。 テューステはこの自治体で最も古い名を持つ集落である。テューステは、おそらく、シャスティという名を持つケルスカー族の定住地であった。ベンストルフで発見された日打ち石は、旧石器時代のもの証明された。バレンゼンは、早くも1351年には、都市圏を与えられていた。この集落は1068年に、初めて寄贈証明書に記録されている。 この町の議会は26議席からなる。ザルツヘンメンドルフの町長はクレメンス・ポンメレーニングである。この町の紋章は向かって左半分は青字にエーハーシュタイン白を示す赤い冠を被った銀の獅子が描かれている。残り半分は赤字に赤い冠を被った金の獅子が描かれている。これはホムブルク家を示している。この半分は 青と銀の島で縁取られている。ヒュッテンシュトレン・オスターバルト・ティリー・リンで変面ドルフ、連邦道 B1 号線沿いの町並みオルデンドルフ、地区にはベーザー鉄道の駅がある。これらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。